始まりました活弁シネマクラブ、この番組の MC を担当しますライターの織田裕俊です。本日はよろしくお願いします。お願いします。本日は映画真っ裸の監督であります安楽亮監督と片山亮監督をお招きしております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ダブル亮監督なんですね。そうなんですね。めんどくさいんです。めんどくさいです。で、安楽さんは今日が活弁は2度目ですよね。2度目です。追い風、あれはだから2020年ですね。20年ですね。公開20年1年半以上は経ったかな、経ってるっていう感じですよね。経ってます。そうですよね。ただでもなんか安楽さんとはこの真っ裸の時に、それこそ片山さんはいらっしゃらなかったんですけど、ムーラボでプリンク機中で上映された時に、舞台挨拶かトークショーに、急に僕があの MC をやってくれって言われて、あ、そうだ。でその時に安楽さんと主演の柳谷さんと3人でちょっと軽く喋った。あれでもなんだかんだ30分ぐらい、なんか喋りすぎてちょっと次の回に支障をきたしたみたいな感じでしたよね。そうなんだ。片山さんいなくても長く喋る。ああ、めちゃめちゃ俺がいたらじゃあ3倍ぐらい。3倍ぐらい。そっかそっか。そうそうそう。なんかそう、安楽さんとはちょいちょいそれもあったり、ね、あとあれですよね、あのなんだっけ、ほとぼりメルトサンズの東監督が、織田さんが取材してて、 それを撮影頼まれて撮影してました。大阪アジアン映画祭のパンフレット用みたいなやつ、はい、っていうのがあったりして、ちょいちょいなんかお会いして、まあ、連絡をいただいたりとかして、すごくいつもの楽しみにしてよかったです。山田さん今日初めてということでよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速お話の方に入っていきたいんですけれども、はい、まあ、本作真っ裸、安楽さんは、まあ、一人のダンスという作品だったり追い風だったり、片山さんは豪音という作品撮られて、で安楽さんが主演を務められてなどなど、まあ、これまでに数々の作品の制作をお二人は共にしてきていらっしゃるじゃないですか。今回初めて共同で監督、一緒に監督をするっていうのは初めてなわけですよね、はい、っていうのがこの真っ裸ですけれども、当初は前2月からの劇場公開を予定していたものの延期になって、そうです、ようやく満を持して5月7日より公開ということで、安楽さんとはまあその、まあ、前回の活弁で追い風の時にデグさんもお招きしてお話ししたり、はい、まあ、ムーラボの時もこの作品についてお話もしてるんですけれども、まずはその何て言うんですかね、本作は、前編神戸ロケの作品で、神戸の元町映画館の企画制作で配給による作品ですよね。でもうすでに、元町映画館では上映もしているし、ムーラボでも上映されましたっていうところで、まず何かこう反響というか 手応えみたいなのちょっとお聞きしたいんですけれども。反響どうでしょう。なんで俺が先に来て安心してたんだから、ね、反響はそうですね。神戸では、うん、まあ、神戸の元町映画館が制作配給、うん、企画も、うん、企画もそうです、ね、3つ今持ちかけてきたのがあちらからと、初め元町映画館の10周年記念の、あ、そうですね、10周年記念、そもそもな発端になっちゃうんですけど、10周年記念の映画を撮ってほしいっていうのも、そもそも短編のオムニバスでいろんな監督にそうでしたね、オファーしてて、ね、それでそのうちに僕と片山さんもオファーが来て、うん、やりますって言ったものの、二人でやろうかってなって、うん、あ、そうか、もともとはじゃあそれぞれそれぞれで作ってきたんですけど、うん、それで結局まあ撮るなら、まあ、そもそも長編映画撮りたいよねっていう感じになって、でもうその時に一緒に行ってた柳谷和成さん、その時一緒に行ってましたっけ。いやいや、行ってない行ってない。あれは一人のダンスの元町公開の時やから、そうだ、そうそう、でそれがあって、その途中でそういう話がなんか出てきて、うん、で、いや、もう元町に初めて僕は初めて2回目か、一人のムーラボの時に1回2人で舞台挨拶行って、その時も街並みがとにかくなんか面白いし、うん、なんかこうまあ、海の町なんで、はいはい、どうしても異国の文化と、うんうんうん、いろんな文化が混ざってて、でもちゃんと日本っていうちょっと面白いなって、あとはロケ地
になりそうなところが結構たくさんあって、うんうんうん、面白いねなんて話を2人でしてて、うん、で一人のダンスの時にまた、まあ、初日は多分デブと、まあ、おっさんかが一緒に4人で確かご挨拶をした時に、はい、まあ、そんなにこう、ね、お客さんが自分らが想像してたほど入っていなくて、でそれに結構ショックを受けて、でじゃあ何ができるんだろうって、うん、初日の夜にデグと、おっさんは帰ってしまったんで、うんうん、で2人の子僕が3日間ぐらい入れて3日間入れて安楽が1週間車中泊で泊まるっていうのを決めてたので、じゃあここから何ができるってなって、はいはい、じゃあ友達作ろうっていうそうで2人で話し合って、はい、そうそう、で最初に行ったのがあの劇中でも出てくるバーなんですけど、うん、あの、働かれているところですね。そう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 、横山役か、そうそうそう、片山さんが横山役として働いているバー、そうそう、で話がそれって言ったんであれなんですけど、うんうん、で、うんうん、まあ、そんな町だったん で一緒にこう友達も一緒に作ってきた町なんで、はい、多分一緒にやろうかみたいな話をした気がしますね。で、うんうんうん、なぜか両方とも長編しかやるつもりがなかったっていう、うんうん、別に示し合わせてないんですけどここぞとばかりに長編やるなら長編考え始めたら長編になったんですね。しかもまあまあ、あの、まあ長編をやろうとして撮られたわけだからっていうのもありますけど、まあ、なんかまあ短編でこれをやるにはっていう感じですよね。そうですね、これだけの尺絶対必要っていう作品ですよね。そうですね、うんうん、でそのまあ反響みたいなのはどうでしょう。反応反響ですよね、まあ、特にそのお二人のファンってやっぱいらっしゃるじゃないですか。あのムーラボの時も僕感じたんですけど、その初めて一緒に立ってお客さんもいてっていうのを初めて感じたんですよ、はい、そうあのやっぱ安楽寮安保みたいな感じでこうカメラを向けてる人とかがいるのでなんかなおさらそれ感じて、そうどうだったのかなと思って。神戸はだから東京のムーラボの時と違うのが、神戸は神戸で、そうやって片山さんと一緒にその神戸の街で公開を今までしてて、うん、友達をいっぱい作ったんですね、うんうん、本当にただの飲み友達です、はいはいはい、飲み行ったり花屋で働いてる人だったり、うん、もう本当に元町駅近辺で働いてる人たちが友達になって、うん、その人たちが見に来る公開だったんですよ、まず広いな大前提それだったんで、始まる前からのなんか元町の町中の商店街があるんですけど、うんうん、この間にも出てくる商店街があるんですけど、はい、そこら中にもう友達が友達を誘うから、うん、友達の店にポスター貼っていいみたいな、うんうん、街中にマジでポスターがずっとあって裸だらけ、すごい神戸の元町の商店街長いですよ、長いね、うんうん、本当にどこ歩いててもなんかちょっと見つけようと思えば見つけれる状態になってて公開前にはだからそういうこともあって、うん、公開前はすごく盛り上がっていたなと思っていますね。で公開して4週間やってましたからね。4週間あーそっか、そんなにいいか、そっか、うん、まあまあまあ10周年記念作品ですね。そうですね、いやまあやっぱ盛り上がり方でやっぱ地元の、うん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 、映画館が企画した地元の映画で、うんうんうん、でチラシにも載ってる竹崎大輔さんと山崎さんは本当にお店の方ですし、チラシに載っている2人ともやっぱそういうでたくさん の, そのお店も使わせていただいたりとか、いろいろこう友達の協力でできたロケ地とかもたくさんあったので、うん、やっぱあの、まあ、純粋な公開ではあるんですけど、もちろん、うん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 、けどなんかその盛り上がりっていう意味ではやっぱすごくあったので、うんうん、元町公開っていうのはなんかいや、なんか楽しいお祭りだなっていうのが すごく強い印象はありましたね、うん、だからまあ評判というかは、うんうん、あのもちろん自分の町が、うん、あの一番言われたのはあれじゃない、あのなんか目線が地元の人の目線なのがすごくいいと思われました。あ、へー、面白い、なるほど。そうそう、でもそれは僕もあるなも心がけたというか、はいはいはい、元町が素敵だと思ったので、うん、だから僕らあんなに海が近いとも知らなかったし、うんうん、山があんなに近いのも知らなかったですし、うん、
どっちかというと本当に元町しか知らないので、町のことしかだから海を別にあえて、あのポートアイランドの途中出て、あのこのここですね、チラシの裏のあのここですね、そうそう、ここは本当一人でダンスの公開初日に安楽と僕とデグとおっさんで、時間早すぎたんでちょっと遊びに行ったっていう、そうそう、ちょっと思い出の地。なるほどなるほど。本当に元町から唯一結構離れたのはここなんですけど、あ、そうだから、海の印象も山の印象も全くなかったんですよね、まあ、ここで海があるんですけど、だから未だに山の印象ないです、ないな、山の印象ない、全くないですよ、ないな、海もないな、だからそもそも観光地をよく知らないっていうのと、でも知らなくても素敵なところをたくさん知っているし、素敵な人たちがたくさんいるし、だからやっぱ元町にちゃんと生きてる人の話は作りたいねなんて話をしてたんで、まあなんか嬉しかったですね、それは、それこそ僕あの真っ裸の梅ラボの時に見させてもらって、やっぱ一番感じたのはやっぱ街の映画になってるなっていうのが、それ確かお伝えしたと思うんですけど、だからその時は僕はそのあの元町に行ったことはなかったんですけど、でもなんかそこにあるなんかリアルさというか生々しさみたいなものがすごくこう感じられて、だから多分おっしゃったようにその外から行った人間がそこを舞台に撮るっていうよりは、なんか本当にお二人がこうじわーっとこう中に入っていけたからこそ撮れたんだろう、まあもちろんそのやっぱりあの土地の人々の表情とかが出てきたりとかっていうのは大きいと思いますし、多分それだけだって役者さんじゃない方々が出てるわけですよね。だから何かこうお二人にやっぱ開いてくれてるものがあって、それが映画に映ってるのかなっていうのはすごく大きかったなっていうのは感じたんですよね。だからやっぱなんかその地域コミュニティみたいな結びつきがやっぱり強いんですかね、なんかその土地の中での人々同士の。そうです、とにかく元町は、うん、まあ、元町しか知らないからなんですけどあのもいい人が多いんですよ。あ、ものすごくあったかくて、例えばこのバーの僕が働設定で働いたバーのマスター竹崎さんとかだと、僕ら2位ぐらいしか言ってないのに10ぐらいしか言ってないとか、なんか、まあ、その花屋さんの田村さんとか、あの本当に何でしょう、いい意味で頼んでないことをたくさんやってくれる人たちっていうか、でもてなしもすごくしっかりしてくれますし、何にせよこういうことを一緒にやってることを喜んでくれる人たちなので、だから多分できたんじゃないですかね。本当他の町ならできたかが分かんない、結構無理してやってはいるので。そっかそっか、そうですね、本当にでも人がいい、人はいいですね。なんか悪い人にあんまり会ったことがない。そんな悪い人に会ったことがない。いやなんか、あ、やだなこの人、やだなとかっていうのが、なんかそういうのは特にないですね。皆さん協力的っていうよりは本当に一緒に作ってるって感じでしたね。うん、楽しんでくれてるので、なんか手伝ってくださってるっていうよりは本当なんか中にちゃんと入ってきてくださってるって感じでした。そこってやっぱりその東京での映画作りとやっぱり違いました。まあ、それこそ多分東京でどこどこの街、まあ、例えば下北の街でとか、うーん、まあまあ、渋谷だったり、あるいは吉祥寺とかでやると多分まあそんなにこう、なんだろう、こんな風にはいかないだろうなっていう気もなんとなくはするんですけど、なんかそれこそその地域の人たちがこう協力的にみたいなのってまた東京だと全然違うのかなと思いますし、まあそれこそお二人の作品こっちで撮られてるわけじゃないですか、とはやっぱり全然違いますか。彼は西葛西、地元で西葛西で撮ってるんで、地元で、そうそうなんですよ。だから感覚的なものは近いもので やりたい、なるほどなるほど、前提に僕はあったんで、多分片山さんもですけど、多分あったんで、友達で僕は映画を作り続けてるので、まあそっか、それが一つキーワードですよね。そうそう、今回の出演者の方々もそうなんですけれども、今回もそれは結構前提にあって、まあ、それこそ住んでる町、僕は西葛西って、今東京で自分の他の映画撮るとしたら東京の西葛西でずっと撮ってて、神戸だったらもう神戸の元町に住んでる人の話を撮ろうみたいな、で僕らはたまたま公開で元町に、それまでに行った日数は多分合計で
20日ないくらいはあるはずなんですね、うん、2作で2週間あって両方とも前日泊まって遊んでたんで、うん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 、だからもうそれこそ遊べる友達がもう町にいるんですよ、ね、元町に、うん、こっち歩いて本当に商店街歩いてて、オアンボーみたいな感じで、マジがあるみたいな、マジがもう第二の地元みたいな感じになってる、なんか町でバイク乗ってるおばちゃんがバイクっていうか、なんかあの、わかりますわかります、うそういう人たちも、おお監督みたいな感じのノリで仕掛けてくれる場所、今日朝電話してたから、あ、俺もそうなんですか、おとといすげえ電話くれるんですよ。そうすごい。そうなんですか。すごい物を送ってくれるんですよ。あれはどうだったんだっていう。安食っていうパンがあるんですけど、はいはいはい、それをいつも送ってくれるんですよ。家まで。最近はアーモンドバターっていう、はいはい、バターが追加されまして。え、何かのお店の方ではないですか。いや、全然違います。ただただ優しい、いや、本当にいい人、すごいな、元町のママって呼ばれてる、なんか、まあ、本当にその界隈の人たちの中で多分呼ばれてるっていうことですけど、そう行ったらもう必ず連絡ちょうだいねって言ってくださる方もいたりとか、うんうん、いやなかなかこう、ただいまって言える街ってなかなかないじゃないですか、自分の地元以外で。いや、そうですよね。だそうやって言える街になっちゃってるのはなんか楽しいですね。本当に商店街で声かけられますから、おーおーって。マジですか、すごいな。そうですね、うん、それこそだってでかいですもんね。で、まあ、で相当でかいですね。だからキスポエムって、はい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 、はい、ポエムのマスターもね、だって僕ら何回も一日何回も行くので、ああああ、いや、よくなんだっけ、あのデグさんがツイッターでポエムで、まあ、カレーです、カレーかな、なんかそれをよく見てたっていうのはありますけど、そう、なんか嬉しいですよね、行くとなんかすごく話してくれるし、そうですね、いや、あったかいな。そっかそっか。で、今回はまあその共同監督をやるってことになったわけですけれども、脚本もお二人一緒じゃないですか。はい、これは何だろう、そのどのようにこう進めていったのかなっていう、始まりは片山さんが書きましたね。まず多分これ大前提の物語、夏子旬の物語ってものは片山さんが作りました。まずそっちの話します、ね、あ、そう、でもね、あれだけこれ覚えてるか分かんないんだけど、まあ、僕が書くって、まあ、2人で話し合った中で、じゃあ僕がベースを書きましょうっていうことになって、うんうん、はい、今回はこういうの書いてみようと思うんだって言った話覚えてる？覚えてます。あ、覚えてるんだ。あ、それは覚えてるな。ちょっと突飛にしようみたいな話をしてて、まあ昔共通の監督がいたんですけど、うん、彼がちょっとすごい僕らの中で天才って呼んでる監督さんなんですけど、なんか その人っぽさというか、それをやってみようって言って、で、まあ僕が最初にそれをじゃあ書いてみようっていうので、うん、結局でも初稿ができたのが20年の、うん、多分5月ぐらいですかね。うん、あ、でも緊急事態宣言入って中でしたね。ぐらい結構不安な中でっていう感じですね。そうですね。で、本当は夏に撮ろうっていう予定だったので、うん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 、その頃に書いたんですけど、うん、けど結局ね、いろいろこう、うんうんうん、事情が事情で大変になってきてしまって1年目でしたもんね。そうですね、だから1回、まあ、何個か書いた後に、うん、まあ、夏はちょっと一回やめようっていう話をして、一回夏は止めて、うん、で結局12月に撮ってるんですけど、うん、一番コロナがその頃で一回落ち着いた頃に、ああ、そうですね、うん、そうかそうかに撮ってるんですけど、うん、そうですね、だから脚本はそこまでずっと、まあ、話し合いながら直してったんですけど、11月に突然安楽が、はい、このままだと撮れないですって言い出して、撮れない、うん、いや、脚本いろいろ重ねてきてたんですよ、はいはいはい、まあ、一回夏が中止になって、うん、で8月に追い風の公開があって、それこそ、ああ、そうだそうだ、そう、はい、で10月にだから、あの他の東京ではないところの映画館で、うんうんうん、僕はゴーンって作品で同じ映画館でやっていたりとか、うんうんうん、結構ぐるぐる回ってたんで結構慌ただしくしてて、で落ち着くのはまあ12月だったんで、12月やろうって言ってて、うんうん、そしたら11月ぐらい、僕 LINE 残ってますけど、なんかその確かね、これ撮れないですっていきなり
言われた、うん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 、言ってやれよそれが、うんうん、言ってやれよ、ね、脚本に対してっていうことですよね。それまでだから、ね、むしろ本当はピッチ上げて書いて、ね、あの夏に撮ろうと思ってた、まあ、むしろ12月ってなったら練りに練ったって感じですよね。あ、一回なんか止まっ、やっぱ僕も追い風の公開毎日ほぼ毎日行ってましたし、一回止めてて、うんうんうん、で10月終わりぐらいに、まあ、そろそろ一回こう読み直して再開をしなきゃねっていう中で、そうで11月のあれこの間調べたんだよな、11月の多分10日とかなんかその辺前後で連絡が来てるんですけど、言ってやれよ、言ってそんなかっこいいもんじゃないですか。そうですね、うん、なんかその時の脚本が、はい、まあ旬と夏子の話はまあ、うんうんうん、もともとずっとあったんですけど、うん、なんというかこの映画を撮って何か喜びって見えるんだろうかっていうのがすごく出てきたんですね、自分の中に。そのこの物語を映画にして、はいはい、映画として何か喜びが見えるんだろうかみたいな疑問が出てきちゃって、なんかすごく別に多分片山さんとしては闇の落ち方とクライマックスは迎えてないと思うんですけど、うん、書いた片山さんからしたらもしかしたらそうかもしれないんですけど、うんうん、僕が捉えたのはそう見えてしまったんですね。すごく暗い方向に行ってしまってこの映画終わるというか、うん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 、なんかそれが、うん、なんかコロナ禍でいろいろ僕らも考えることがいろいろあったりしたんですけど、人との関わりであったり、うん、まあ、友人との付き合いであったり、そんなことをずっと考えてたんですけど、うん、なんかこれを今片山さんが書いてこれを撮ることで、なんだろう、俺たちはすごく闇に向かってしまうんじゃないかっていう、なんかすごく不安に駆られて、でなんかこれ人が別にネタバレでもないと思うからいいと思うんですけど、まあいなくなっちゃった人の話が出てきたりするんですけど、なんかそれについての考え方が、人が、まあ、いろんな意味でもいなくなるって、そのシンプルに近場からいなくなるとかでもあると思うんですけど、はいはい、それってすごくなんか価値観の話だなと思って、それについての人がいなくなったことに対してどう思ってるかっていうの、映画って多分もう見た人が俺らが発信したら映画としてこう思ってんだなって思われるわけじゃないですか、僕らは。なんか俺はその価値観を今やりたくなくて、うんうんうん、その段階の11月の段階の脚本のその価値観を僕は映画にしたくなくて、うん、全然違うクライマックスを迎えたいと思う、全然違うってわけじゃないけど、うんうん、それを踏まえた上でのラストを迎えたいと思って片山さんに、このままじゃ片山さんは止まっちゃいますみたいな話をして、ああなるほど、うん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 、それで僕のキャラクターを自分で描きました、一回。なるほど、あの吉田というキャラクター、まず初めに、まあ、もともとあったんですよね、そう、吉田っていうキャラクターいたんですけど、うん、居酒屋で飲んで旬と一緒に喋ってる友達みたいな、うん、2シーンくらいかな、うん、あとはそう、あの卓球 の、 あの、それは、それはあかんやつやでって言ってるのがちょっと違う意味で、それはあかんやつやでっていうのを言ってた、うんうんうん、そうぐらいかな、2シーン、うん、あとあれか、なんか後ろついてきてやんやん言ってるみたいな、いや、あれは書き足したやつですね、俺、そのあれ、そうやっけ、めんどくさいとかは最初なかった、うん、それがめんどくさいは本当に送りつけたやつ、多分そう、めんどくさいって言葉は安楽が書いてた、ああなるほどなるほど、言葉でしたね、うん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 、まあ、そのまあね、コロナっていうちょっとすごい、うんうんうん、あのね、予想もしてないというか、うん、まあ、自分が生きてるうちにはこんなことあるんだなっていう、なんか、うん、で、まあ、これ、まあ、別のあれでも書いたので全然言ってもあれなんですけど、はい、ちょうど緊急事態宣言下に母を亡くしてるんですけど、うん、それはコロナではなくて、はい、まあ、本当にずっと闘病してたんですけど、うん、でちょうどそのタイミングで、だからまあ実はまあだから今の時期にすごく近い時期ですけど、うん、ちょうどもうだから2年前か、ちょうど2年前、うん、で、まあ本当にこう世の中から当たり前っていうものがなくなりつつあった時期に、はい、僕にとって本当に当たり前だった、うん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 、あの母がこう
まあ、結構急でもあったので、うん、こうやっぱなんかやっぱそこどうしても僕も脚本書くとき、やっぱ今の自分の気持ちっていうのがやっぱ前面に出てしまうので、うん、はい、だからこう当たり前って何なのかなってこうずっと考えて、だってないじゃないですか当たり前なんてものは、うん、ないのに当たり前にやっぱりしがみつきたくなるし、うん、それは別に悪いことでもなかったりももちろんするし、なんかその当たり前っていうものが何なんだろうかっていうことを考えながら書いたの、うん、もちろん安楽言うように僕にとっては別にあの不幸な話を不幸に表現したわけではないので、うんうんうん、どちらかっていうとちょっと前向いていきましょうっていうふうに僕はいつも言いたいんですけど、うん、はい、ただその加減が僕はすごい小さいというか、うん、あまり大きいことって苦手で言うのがなんか、うん、みんな頑張ろうぜみたいな、はいはい、なんかそういうの苦手なので、うん、なんかちょっとでもいいからこう希望みたいなのが見えたらいいかなと思って、うん、まあ書いた本だったんですけど、うん、ただまあ安楽にそうやってこう、まあ、吉田っていうキャラクターが出てきて、うん、で、まあ、この止まってしまいますっていう話も受けて、はい、なんかあ安楽は僕はあんまりそういうことで価値観が変わってもそんなに気にならない人間なので、うん、ここは安楽とのすごい大きな違いなんです、うん、これ一番大きな違いです。安楽はすごくその人の価値観みたいなもののをくすぐる行動っていうのを本当に取れない、うん、それはそういう価値観を持ってる人で、僕は結構こう何でしょうか、自分が信頼してる人というか、うん、まあ、安楽であったり、うん、他のスタッフだったり、うん、まあ、柳田とかその本当に信頼してる人からあの違う価値観をもらった時に、うん、すぐに変えれる人なんです、うん、そんなにそこにあんまりこだわりがないというか、うん、そっちがいいと思ったらもちろん戦いはありますけど、うん、あそっかっていうのでいける人なので、多分ここのズレは多分本当にこれをやらないと多分気づいてなかったですから、ね、そうですね、そうで、あのそうですね、だからその友達っていう要素を安楽が足してくれたことで、うん、まあ僕も年は10ちょっとぐらい違うんですけど、うんうん、まあ友達みたいなもんなんで、うん、なんかでもやっぱ言ってもらえてよかったというか、うんうん、あなんかどうしてもこう周りの声がこう、まあ、自分に起こった自分にとって不幸な出来事とかがあるので、はい、やっぱなかなかこう声が聞こえてこない中で、うん、まあ、確かに僕はその母のことがあった時に、うん、本当に友達に救われたので、うんうん、まあ、家族もそうですけど、うん、まあ、やっぱそうですね、うん、なのであそういうことだなっていうふうに僕も純粋に思えたんで、うんうん、じゃあその方向でまた詰めてやっていこうっていうので、うん、そうですね、うん、吉田っていうキャラクターがすごく躍動した瞬間ですね、うん、そうですね、うんうんうん、脚本はだからそういう感じ、うん、クランクイン直前にちゃんと完成しました、ね、そうね、本当に直前でした、うん、じゃあ脚本としてはもう本当最初はもう片山さんがやるぐらいな感じだった。あ、いや、お互いにそれは一緒にやろうっていう中で、ただ叩き台として、うんうんうん、あの僕が書くっていう風になったっていうだけで、うんうんうん、そうそう、全然どっちかがっていうわけではなかったですね、うんうん、でもその撮影が近づいてきている中で、その安楽さんもそのまあ一つ勇気が必要なというか、はい、やっぱりその今まで作り上げてきて、うん、これからさもういよいよっていうところで何か方向転換だったり、はい、あるいはそのだって知ってるわけじゃないですか、その片山さんのすごくパーソナルな部分であったり、うん、事情であったりとか、でそれが客に反映されていることも多分分かっていて、うん、その上で言うっていう何か言葉を発する、で作品の方向性を変えていくっていう流れだったと思うんですけど、やっぱりそれは何かその例えばあの年ってその劇場公開、うん、追い風があったりご恩があったりとか、そういったものだったりの、うん、による心境の変化もあったんですか。それももちろんあるんですけど、あ、まあ、でもコロナ禍は多少はあるはあるんですけど、コロナ禍で僕は圧倒的に人との距離感がすごく変わったっていうよりは、うんうん、会える人と会えない人っていうのがすごく
できてしまったからこの中で、はいはいはい、で僕は僕で会えてた人間に会えなくなったことがあって、はい、だから今会える人間を何だろうな、うん、何よりも大事にしないといけないっていう価値観が僕の中にはできたんですね。あ、何か。なるほどなるほど。でまあまあ片山さんって僕もずっともう、うん、もう知り合っての付き合いだと10年くらいにはなるんですかね、うんうん、でもう一緒に映画やり始めて5、6年経ってて、うん、なんか助けるなんていう言い方は違うんだけど、うん、俺は俺でちゃんと知り合いっていうか近い人と向き合わないと何か後悔するっていう感覚もあったんで、うんうんうん、まあ、片山さんは一番近い存在だし、映画に、うん、映画っていう僕と映画の中の間にあるのが片山さんであったから、うんうん、なんかこのタイミングで僕は言わないと何か、うん、多分言わずに何かが抱えてずっとこれから行くんだろうなっていう不安をずっとクランクイン前にあり始めて、ただ直接何かを言うっていうよりはもう僕らは映画でやってきたから映画で一回脚本にさせてくださいって言って思ってることを本当何個かのセリフにして、吉田っていうキャラクターのセリフにして一回送って、でさらにこういうことをしたいと思ってますみたいな箱書きみたいな箱書きっていうか箇条書きみたいなのを送って、だから送るまでにずっと勇気がなかったですずっと考えてたことではあった、ずっとジャブは打たれてたんですよ、それすごい覚えてるんですけど、なんか吉田をもっと活かせると思うんですよっていうのをちょいちょい言ってて、僕はなんか違う解釈で、はいはいはい、ああそうだなって言ってて、そうそう、で後で変わった後に、あそういうことだったんだなと思って、うん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 、僕自身は本当、まあ本当ここは性格の違いなので、うんうんうん、僕はあんまりここまで真面目に考えれない人というか、うんうん、あれなので、あのでも別にね、あの言ってもらえることはありがたいことですし、うんうんうん、で反映して本当に良かったとは思いますし、うん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 、やっぱコピーに、ね、いっぱい出てくるぐらいな言葉になって、うんてるわけですから、うんうん、それこそコピーなんか両方入ってるんじゃないですか、ね、当たり前ってめんどくさい、当たり前って気持ち悪い、ね、気持ち悪い、だから本当に両方の要素は入れたんだろうなとは思いますね。いやでもなんか本当あの村子の時にもお伝えしたんですけど、こう吉田っていうキャラクターってすごく僕もなんかこうやってなんか機会があるごとにしか安楽さんと会えてないし、まあね、飲みに行きましょうとか言いつつ行けてないんですけれども、ね、なんかすごく僕の思う安楽さん像というか、あんな安楽さんがそんな僕に怒ってきたりとかしないですけど面倒くさいとかも言わないし怒鳴ったりもしないですけど、でもなんかその、うん、なんていうんですかね、でも何か多分ご自身の中でもこうご自身に対する、うん、何かこう憤りというかがあるからなのか、まあ、これまでの一人のダンスであったりとか、うん、その自分自身を叱咤する感じであったりとか、だから僕はあの最初吉田っていうキャラクターって初めて見た時に、まあ、途中であちゃんと友達なんだっていうあの旬の、うん、分かるんですけど、やっぱずっとなんか旬の中にあるなんかもう一つの人格みたいな、あそういうふうに捉えてたんですよね、だから、うん、追い風の時のあれですよね、デグさんの子供時代のみたいなと感じていて、だから自分主人公のシュンがああいう、あの恋人が去っていって、でなんか後ろぐらいこう生活をしていて、その自分に対して面倒くさいと感じているみたいな人物なのかなっていうふうにも思ってたんですけれども、まあ、でもやっぱそれがやっぱり他者として存在してくるっていうのはこの映画の中では大きいのかなって、それはそのやっぱり夏子っていう存在と出会うということもそうですし、夏子も夏子でやっぱり他者という、旬という他者と、それこそもう映画のタイトルで真っ裸でぶつかり合ってようやくその殻を破るみたいなのが、だからこの映画ってそれこそあの津田さん演じる、津田遥さん演じるあの夏子ってその本当にまた繰り返しないんですけど、追い風の時にもお伝えしたように、そのあれで演じてたデグさんのそのなんていうのかな、腹で笑って、顔で笑って腹で泣くみたいな、うんうん、日本人的なその心の中では思ってるけどこうニコニコして体裁繕うみたいな感じが、
すごく感じて、ですごく日本人的だと思うんです。で一方の 柳谷さん演じる俊もなんか寂しいくせにあの自分の内側にこもろうとしてひねくれてる感じっていうのもまたなんかすごく日本人的だなって、どっちもこう両極端なのか分かんないですけど、うん、どっちも僕の周りにもいますし、自分もどっちの性質も抱えているような気がするし、なんかその2人がやっぱりこう、うん、他者同士としてぶつかり合う、で最後に何が生まれるのかっていうのがこの作品かなって、だから僕はすごくやっぱりあのラストは希望的に感じましたね。まあ、なんだこれと思いましたけど最後ねびっくりしましたけど、こういう落ち方かと。でもなんかなんだろう、それぐらいのあの多幸感があると思うんですよね、うん、こういう、ね、もうなんかわははってなっちゃうような、うん、一回吹っ切れちゃう、うんうんうん、だからっていうのはすごく感じましたね、ありがたいですね、うんうん、嬉しいですね。だからなんかそのでもその上で、まあ、今回お二人も重要な役どころで出てるわけじゃないですか。これをだから監督しつつ、まあ、お二人も今までね、うん、それされてきたわけですけど、監督しつつ役者としてで、今回吉田と横山っていうキャラクターたちすごく重要じゃないですか、作品の、転換点を作るキャラクターだと思うんですけど、二人と。で、二人がいなければあの二人はどうなってたのかも、そうそう、ていうか何も多分進まずな二人な気がするんですけど、だからこの辺のキャラクターとの距離感みたいなのっていうのはお互いにこう牽制し合う感じあったんですか。こう、片山さんから見た吉田と安楽さんだったり、安楽さんから見た片山さんと横山の関係性だったりとかってどういう風に作っていくんですか。結構難しそうだなって思ったりして。どうしてました。いやそんな難しく考えたことなかったそうですね、うん、まあそもそも僕も安楽も出ないでおこうねっていうとこから始まってて、けどもうこれはまあ、いろんな理由で、うんうんうん、まあ、出ようかで残ってる役はまあ、とにかく出演者が少なかったので、そもそも脚本自体が、うんうんうん、そっかそっかそっか、そう出演者が少ないので、はいはい、うん、やるとしたらもう吉田だよねやるとしたら横山だよね、うん、っていう中でじゃあまあそれでやろうかって言って、うんうん、まああのこれはその今の質問の答えになるかわかんないですけど、はいはい、多分本の解釈って僕も安楽多分違うじゃないですか、おそらく違う人間だから、うんうんうん、あの違う解釈をそれぞれしてると思うんですけど、こう実際現場に入ってこう演出をするんですけど、で、まあ、相手役が僕が津田さんで、安楽が柳谷さんだったから、うんうんうん、あの基本的には僕が柳谷さんの演出をする、うん、だから相手役の演出はしないっていう、それはいろんな差し支えもあるし、その、あ、そうですよね、そうで柳谷さんも津田さんもどっちかというとその役と普段とのその境目みたいなのがすごく曖昧な2人なので、僕らはそういう役者さん好きなんですけど、はいはいはい、すごく境目がない人たちだから余計に、まあ、あまり相手役としては行かない方がいいだろうなと思って、その事前に話して、うん、で僕は柳谷さんに基本的に演出しに行って津田さんに演出しに行くっていうパターンでやってて、僕現場途中で気づいたんですけど、うん、あ、ちょっと演出してきますって、じゃあ安楽が津田さんに演出行くじゃないですか、はい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 、なんて演出したか一切聞いてないんですよ。ああなるほどなるほど、そう、はい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 、で、はいはいはい、僕もあ、じゃあちょっと柳に演出してくるねって言って行くじゃないですか、うん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 、一切話してない、ああそうか、そう、面白い、そうけど別に 見ればああまあそういうことだなっていう、うん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 、てか見ればっていうか なんだろう何の疑問もないというか、うんうんうん、聞こうとも思ってないし、うーん、それ途中で気づいたの。へえ、考えてなかったな。そう、俺そういえば言ってないと思って。確か。そうそう、あ、もう大丈夫って言って、まあだから演出行って、うん、で僕もあるのも共通してるのが、みんなが聞こえるところであんまり演出しないんですよ。こそこそ。こそこそっていうか、だから、うん、僕はその例えばじゃあ相手津田さんがいて、柳谷さんがいたら。
僕が話すのは旬という人生の話をするので、旬という人格何考えてるのかとか、うんうんうん、でもそれを夏子は知らないじゃないですか、うん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 、人生として、うん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 、あ劇中の夏子がってことですね。そう、例えば今織田さん考えてらっしゃることを僕は分からないじゃないですか、うん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 、ここに大きい声でこの織田さんの役と、例えば旬だったら旬の役の気持ちを、うん、わーって言ってしまったら知ってしまうことになるじゃないですか。ああ、そっかそっかそっか。そんなことはありえ、日常で考えてもありえないことであって、うん、だから大体僕は個別に知らなくていいことを知らせてしまうので、そっかそっか、余計ノイズになっちゃいます、ね、そうですね、脚本で正しさ書いてあるのに、まあ、その細部、細分化されたところまで知っちゃうと、うん、なんかそれは嫌だなと思って僕は絶対小さくいくんですけど、いいですか、ちょっといいですか、なるほどなるほど、で話をするんですけど、うん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 、そうですね、いや本当だから聞こえないの で、うんうんうん、で基本的に、まあ、聞く気もないというか、うんうん、意識してないので、だそういう意味でそのお互いが役とこう向き合ってるっていうことについては、うん、話し合ってないっすね多分。なんか脚本のね考え方とかね、うん、ロケ地選びとかそういうのはむちゃくちゃ喋ったけど、多分逆の僕は津田ちゃんにしか演奏してないとして、うんうんうん、そしたら柳にやれることってなんだろうって思った時に、うん、この脚本ってお互いがちょうどよく、片山さんは津田ちゃんに何かを生ましてしまう役感情的なものに何かを生ましてしまう、僕は柳谷さんにそういうことをする役だから、うんうんうん、あ、俺らがちゃんとこの映画の中の何かを演じることが一番の演出だっていうのがまだ結構大前提になって、あ、なるほどな、なんかそれはすげえ思って、うん、そんないいこと考えてた。柳にはマジで思ってました柳にはもう友達関係の役だから、うんうん、もう俺がやることはもうお芝居の中で伝える以外多分できることはない、うんうん、はあはあはあ、でもそう考えたら俺も一緒なことを考えてたかもしれないですけど、こういう話したの初めてですけど、うんうんうん、僕はもうとにかく好きになろうということでした。ちゃんと真面目にやりました。真面目にっていうか、まあまあまあ、役についてはちゃんと考えました。まあちゃんとだからもうとにかくその一番その絶対的にこの人のことを、うん、好きになるっていう、うんうんうん、そればっかりでしたね僕は。確かにそれは考えてましたね。うん、それをやらないとこの話は成立しないと思ったんで、うんうんうん、そうですね、とにかくそれでしたね。うん、っていうことをすり合わせてなかったですね。すり合わせてなかったですね。でも面白いな。でもそれがああやって映画としてこう成立してるっていうのがなんか不思議な感じがするんですけど、うん、まあまあでもお二人がそれをやっぱりこれまで一緒に作り上げてきた、それはあると思う。あとはやっぱ感覚的なつなが結びつきみたいなのはあるんでしょうね。演出もなんとなくしてましたけどね。僕も多分アンラも何か言ったり、アンラも俺に言ったり、うん、あ、そのお互い別のシーンで、そのシーン撮ってる時に演出っていうのは多分あったとは思いますね。うん、僕はどんどんおじさん扱いされていくんで、おじさん扱いちょっと年上なんですよ、この物語。そうそうそう、圧倒的に上なんですよ、スタッフとかも含め。あ、そうなんですか。圧倒的に年上なんです。へー、僕だけ世代が違うので面白いな。でもまあ現場は本当に楽しく、そうですね、現場はすごく楽しかったですね。大変、まあ、大変は大変でしたけど、ね、こっちからみんなで連れて行った。あっちの人もいるんですか。あっちの人しかほぼいないですね。こっちから行ったのは僕と片山さんと大須さんと柳谷さん、どうぞ、うんうんうん、津田さんはだって神戸在住で、神戸在住で役者さんやられてるんですよ、うん、スタッフさんもじゃああっちで集めると。あ、いや、スタッフ3人しかいないので、僕とあんが、そっか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 、撮影もやってるし照明もやってるし、そう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 、で録音部の杉本が、はい、大阪在住なので、あ、そうそう、まあだから、いや一緒になりたくて、その方言的なものもあるし、
あーちょっと指導というか、そうです、まあ録音部なんで、うんうんうん、聞いててくれるのもあるの で、うんうんうん、で杉本にお願いしたので、基本的に東京から行ったのは4人しかいない。マジか、すっげーミニマルな。めちゃめちゃミニマル。いやいやいや、ちょっと人足りない時はそのバーのアンカーってとこ、はい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 、大好きのアンカーって店の竹崎大輔さんに、はい、大さんちょっとちょっと荷物を見ててほしいんですまだ昼ですよねみたいな、夜から営業ですよねみたいないいですかみたいな。 そしたらなんか楽しくなってきたみたいで、ダイさんもスチールとなんか一眼カメラ持ってたんですけど、スチール撮り始めて、たまに上がるスチールがあるとしたら、たまに多分竹崎さんが撮ってるかもしれない。だって一番そのパンフレットの一番裏の写真は結構、はいはい、これあ、いやじゃなくて一番裏、その写真たちは竹崎さんの写真結構あります。スガちゃんのよりとかは全部竹崎さんです、ね、そっかそっか。そうです、だからパンフレットに一番最後のページがあるんですけど、それがほとんど手伝ってくれた神戸の友達たちがみんな写ってる。そうそうそうか、一瞬いっぱいいるんですけど。そうです、へ、ね、そっかそっか、あ、面白いですねそうなんだ。でもその神戸ロケで、そのロケ場所とかは結構スムーズに見つかる、まあそれこそ、まあでも いくら言ってもその、なんだろう、通ったりとかして飲み歩いたりしてても、なんかその本当に脚本にバチッとハマるものって、ね、そんな簡単に見つかるわけじゃないと思うんですけど、ただまあ映画を見てると、もうなんかそういうやっぱ違和感あるものってあったりするじゃないですか、映画を見て、ね、なんでこの場所なんだろう、まあ、予算なかったのかな、時間なかったのかなとか、いろいろ感じたりするんですけど、この作品にはそういうものがやっぱり、まあ、本当に街から立ち上がってくる物語みたいなところがすごく大きいっていうのはあるんですけど、うん、そこはどうでしょう、そのスムーズに割と決まったんですか。そうなんです、すぎるな、すぎるな、もうだから感覚的にはマジで、僕だったら東京の西笠で撮る、片山さんだったら、まあ、例えば住んでる地域があるとしたらそこで撮るような感覚なんですよ、はいはい、僕だったら西笠で撮るだったら、その家から駅まで行く道とか、はいはいはい、行く道があるじゃないですか、そこら辺がロケ地なんですね、僕の場合映画だったら。神戸もあの僕らがだから車中泊した時があって、車中泊した時に1週間ずっと止めてた駐車場があるんですね、はいはいはい、それがあのこの映画にも出てくる、あのなんて言うんだ、あのここ高架下の歩道橋がある、歩道橋がある、うん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 、あ、あの独特な、そう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 、あそこを通り抜けて映画もう商店街抜けてで元町映画館に行くので、 そう、はあはあ、その通勤っていう通勤っていうのもあれだけど、行きの道なんですよね、もう本当にそこだ、だからもうそこメイン、そうだからこれ最後のあれですけど、ここら辺にあるところ、ここの辺に泊まってて、ここ通って、はいはい、でこの奥が商店街なんで商店街行って、で映画館に行ってっていうのを毎日繰り返していく中で、うんうんうん、で夜は飲みに歩くじゃないですか、はいはいはい、そしたらいろんな、あ、このとこあんだっていうのを、僕が土台で脚本書いてる時にもうすでにその場所の名前を書いちゃってる、名前まで書いて、そしたらある人も共通で分かるので、はい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 、はい、坂道だけでした、うん、あのボールのこのね、この重要な、そうですね、ここ、うんうんうん、ここだけはもう謎でやっていて、うんうんうん、でここを決めにロケハン行ったよね、うーん、グーグルマップでちょっとこれが圧倒的に多分その街の感覚の映画だって言ってお客さんが言ってくれたゆえなのかなって思う。いや、そうね、確かにここのロケ地自体が歩いた道なんですよ、俺らが本当に1週間住んだ、1週間住んだってのもあれより1週間旅行というかしたとして、もう生活してたんで1週間で、追い風1人の男性1週間過ごして、追い風で2週間僕は過ごして、片山さんも5音で過ごして、そんなんがあって、うんうん、もうそこで歩いた道がいっぱいあるんですね、うんうんうん、そこが全部ロケ地になってるだけなんですよ、だから多分、うん、なんか観光映画にはなってないのはそのことなんだろうなと思います。なんかそもそも映画上映で行ってますからね、ああ観光しに行ってないので、うーん、元町の魅力がどこが魅力なのかって言われたら分かんないです。そっか、友達がいることしかない。そっかそっか。
まあ、いい街並みは素敵ですけどね、食べ物うまいとかそういうのはありますけど。そっかそっか、なるほどなるほど、やっぱその場所で肌でそのだから旅的なもので何か得たわけではなく、その映画の上映で行って、うん、そうですね、単純にそこでやらないといけないことをやってるうちに肌で感じたものが反映されたみたいな、ね、反映されてると思います。めちゃくちゃ、なるほどな、うん、坂だけ坂はなかったんです、うん、そうそう、坂だけ全然、それはでももう脚本の段階で、そうです、僕坂道って書いてて、でこれだけ全くどこでやろうかで、一応なんか坂の町だなとは思ってたんで、坂多いなと思って車中泊してたところからこう登っていくんですけど、はいはいはい、そっから坂だなと思ってたんで、なんかいい坂あんだろうと思って坂を描いてたんですけど、でそれを安楽とじゃあそれをもう本当に探しに行こうっていうので、一回2人とも夜行バスで行って、で午前中は坂に描けよう午前中坂に描けるで、最初に歩いたのがここの道で、あ、もう一発目がここだ、ここの裏の道に行こうとしたんですよ。はい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 、はい、そうで、ショートカットできんじゃんっつって、はい、花熊公園って言うんですけど、はい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 、花熊公園をショートカットしようと思ったら、はいはいはい、お、ここいいね、だからそこを見つかってしまった、そう、だからもう本当ロケ地に関しては全然皆さん貸していただけましたし、はいはいはい、うもう割とすぐ利用みたいな、そうです、本当にみんな即答ですよね、クラブのシーンなんて、クラブのシーンがあそうですけど、クラブのシーンが神戸のブルーポートって三宮にあるクラブですね、うん、ライブハウスで、うん、ブルポって言われてるんですけど、ブルポがそのやっぱちょっと脚本はあったんですけど、撮影していくうちにです、そうそう、あれはね多分撮影していく、それで、俺らが街でちゃんと街の何かで遊んでるところを撮りたいっていうのがまず出てきて、あーなるほど、で、ブルポに頼もうっつって、ワンちゃんが貸してくれないかなと思って連絡したら、イベントやってるっつって、はいはいはい、そこで撮っちゃえなよ撮っていいよって言われて、東京だったらそんな難しい、絶対無理じゃないですか、無理ですよね、ちゃんとアナウンスもしてくれて、撮りたくない人はちょっと外っていうか端っこにいてもらって、なるほどなるほど、とかその瞬間だけマスクを外さなきゃいけなかったりしたので、そう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 、それもちゃんと全部アナウンスしてくださって、わすごいな、いきなりイベントで撮らせてもらって、ただの DJ イベントやってたんですもんね、そうで盛り上がってんので、安楽が役としてそこに入って、うんうん、柳谷さんと入ってって、うんうんうん、で僕と録音部で、まあ、もういろんな角度でこう回してるっていう、うーん、実際場にいたのは何分ぐらい、あれ40分ぐらい撮ってたかなと思ってたと思います。だからクラブ内にもだからその友達が普通にそのブルポの話をするんでそちらと普通に遊んでる風景、なるほどなるほど、の中に柳谷と僕がなんか目を合わせるみたいなのがあるんですけど、はい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 、本当にただその神戸 の, そのブルポで働いてるとか DJ とかやってる友達と乾杯してそれを撮ってもらってそのままシーンが始まってすごいな、普通にイベント中に「あ、大丈夫」って言って、はい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 、終わりました。マジか、面白いな、なんか東京ではできない、これは東京ではできない、絶対できないですね、そう本当にいろんな、そうですね、なんか縁以上の何かですね、いや本当に、いやいやいや、ほぼ徒歩圏内っていうのは、そうですね、そのブルポとこの海のところぐらいじゃないですか、うんうんうん、ちょっと車使わないと、うんうん、まあ、ブルポはでも歩いていけるか、ここだけか、本当にここだけですね、ここだけはちょっと遠いって言っても、これポートタワーなんで、ポートタワーの近くが元町なんで、うん、まあ、言うてもの距離ですけど、うん、そうですね、いつも歩いてましたね、あのガラガラ引いて、うんうんうん、衝撃的ですよね、なんかこの友達の出来具合がなマジでびっくりして、俺もここまで外でできるとは思ってはいなかったので、ああああ、だって今多分来週神戸行きます、はい、1週間行きたいっつって、もうお金ないからそれはちょっときついなと思って、前だったら車中泊を選んだと思うんですけど、はい、今は家を貸してくれる友人がいるんです
泊まらせてくれるんですよ。いいな、うんうん、しかも誰もいないただのワンルームを貸してくれるんです。え、マジですか。もうそうなんですよ本当に。だから俺それで追い風の時は1週間それで泊まらせてもらって、贅沢ですね。これ宿代ゼロで、うん、なんならその貸してくれた人がいつもなんかご飯をおごったるでみたいな感じで思ってくれて、でもそれは最初の1週間の本当に後半の方の安楽の功績、うん、だから僕は途中でいなくなって、そっからそう最終日部屋がゲットできましたっていう。いやいやないだろそんな1週間ジャッジしてて本当に飲み歩いてたんですね、はいはいはい、飲み歩いてたらいきなりそのとある人に出会って、はい、もう監督さんこうみたいな感じで、うん、監督さん車中泊してるんだねみたいな感じで、うんうん、ちょっと鍵渡すから泊まっていいよって言われてそんなことあると思って、俺1週間マジで地獄みたいな車中泊してたのに、ね、最終日に超涼しい夏だったんですけど、うん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 、だからもう暑くて車は、うんうんうん、もう冷房もあるベッドもある、もう最高の状態で最終回を迎えて、それから本当にいつでも泊まれるようになっちゃって、いまだに本当にだからもうその人にも感謝だし、それを出会わせてくれたみたいなみんなにも本当に感謝してますし、いや車中泊は本当僕3日やりましたけど一緒に、もう地獄ですからね。地獄です。いや夏の車中泊は本当地獄です。特に視線も高いじゃないですか。あでも2人とも同じぐらいなんですよ。あなんかちょっと低く感じられる。そう俺も78、9か今。あそっかそっかそっか。そうだからそんなのが、まあ当時アルファードか、あれはそうです、うんうん、アルファードうちの親父の弟さんの後ろをフルフラットにして、うんうん、ああまあそれでもきつい。いやー朝がすごい日差しとあなんだすごいよ、すごいですよマジで。なんかフライパンかと思った。そうそうそう、あぶられてるんですよ。ああああなんかじわじわって感じで起きるんですよすごいですよ。そう、あんなの毎日やってたら、うんうんうん、朝起きて、うん、じわってあぶられるように起きてわったで外出てまず駐車場で T シャツ脱いで車の上に干してで T シャツ新しいの着て、うん、とりあえず一回エンジンつけて冷房で冷えてっていうのを1週間続けたし、しかも繰り返しの駐車安かったんです。確か800円、はいはいはい、1日800円ぐらいだったんですけど、ああ繰り返しなんで途中で出せないんですよね。す出すと倍かかるわけじゃないですか。ああ、そう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 、だからガソリン代をケチらなきゃいけないって言ってすごい覚えてるんですけど、だからちょっとずつ冷房かける時間とやってましたね。いやもう闇の思い出になると思いました。めちゃめちゃいい思い出になりましたからねこうやって今があるから。確かに確かに。で本作ね、やっぱり役者さんもね、やっぱり柳谷さんと津田さんと、津田さんは先ほども話しましたけど大阪シネマフェスティバルですね、はい、で新人女優賞を受賞されたってことですよ、ね、うん、だから本作のそのシュンを演じる柳谷さんのすごく抑制の効いた演技っていうんですかね、だったり、あとはやっぱり津田さんのクライマックスの爆発力、うん、まあそれまでその津田さん演じる夏子っていうのはすごく表面的な人物じゃないですか。まあでも表面的って言い方もあれなんですけど、多分いっぱい、まあ素敵じゃないですか、その前半の夏子だって傍から見ていてすごく素敵な女性だけど、やっぱりまあ自分の中にやっぱり何か殻のようなものを感じていて、それを最後破るっていうところですけれども、まあ、お二人すごく素晴らしくて、このお二人をこう選んだというか参加してもらった理由みたいなのってのはどういったとこだったんですか。よし、やってやるよ。どっちから話します。ああ、そうか。うん、柳田さん。じゃあ柳、俺から話すべきなのかな。どっち。俺津田ちゃんの方が喋りやすいです。ああ、じゃあ、うん、まあそれぞれの理由があるから。それぞれの理由がある。そうそう。あ、どうぞ。じゃあ言っちゃうよ。まあじゃあ。柳谷さんはその両方のことを言うと、柳谷さんはその片山さんの「ごう音」っていう映画で出会ってるんですけど、僕は共演一緒のシーンには出てないけど映画一緒に出てて、なんかその時にあものすごいいい俳優がいると思って、それですごく記憶に残ってて、なんか俺は自分主演ですごく映画を撮ることをこだわっていたんですけど、なんか柳谷さんには本当に
デグっていう幼なじみでは主演で撮ったことあるんですけど、うん、俳優っていうもので主演で撮りたいって思うことがまあほぼなかったんですけど、うん、柳谷さんにはそれがあったんですね、うんうんうん、それくらい何か魅力があって、うん、そんなことをずっと考えてた中で、はいはい、一人のダンスとかで神戸行って、うん、それで追い風も神戸行ったのか、うん、追い風で神戸行ってその時に柳谷さんは追い風一緒に出てもらってたんで、うんうんうん、それで神戸で撮るってなった時にもう片山さんといや柳は主演で撮ろうっていうのはまず話し合いにすぐに出て、うんうんうん、でまずもう柳谷さんそれでなんかもう本当に僕は撮りたいって普通に思って、うん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 、なんかなんでしょうねなんか全く底知れない何かが多分取れるんだろうなと思ってたから、うん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 、柳谷さんはそれは大前提にあって僕はお願いしてって、うんうん、で津田ちゃんは1週間それこそ一人のダンスを公開した時に一人のダンスを見に来てくれたんですよ、うん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 、その車中泊してた理由って俺神戸で公開して人を呼べるわけないから僕が、うん、その時、うんうん、初公開神戸で、うんうん友達を作ってさっき話したような友達を作ってお客さん来てもらってその友達が友達を呼んでみたいなことになったらいいなと思ってやってたんですけどまあうまくいかない時間もいっぱいあってすっごくしんどかったんです。でそんな中津田ちゃんが4日目くらいに見に来てくれて公開4日目1週間4日目くらい全く面識もない状態1回ちょっとなんかミポリンって映画を津田さんが同じような時期にやっててそれのなんかイベントみたいなのをそれこそ神戸でやっててそれに僕顔出したんで、うん、宣伝型の顔出したんで、うん、そこで一回ちらっと会ったことあったんですけど、うん、そんな中その4日目に見に来てくれて、うん、なんかサイン会みたいなのを一応前にやってたんですね私は、うん、そんな中津田ちゃんがなんかありえないくらい泣いてたんですね僕、うんうんうん、僕は遠くに見えたんですけどすっごい泣いてる女の子がいて終わったって劇場の上映終わったってサイン会の時に、うん、なんかそれで近づいてきて元町映画館の人と一緒に近づいてきてなんか何でよかったですみたいな感じで、うん、なんか本当に何言ってたか本当覚えてないくらいな感じのことを言ってたんですよ、うんうん、ただなんかその泣いてる姿が素敵すぎて、うんうんうん、こんな泣ける人前で泣くって俺は恥ずかしいんですね、うん、はいはいはい、はい結構もうできなくなってきちゃってるし、うん、でも津田ちゃんは恥ずかしげもなくものすごく泣いててすっごくそれが綺麗に見えて、うん、あ俺その日に元町映画館の人に、うん、俺神戸で撮るなら津田ちゃん主演で撮りますみたいなこと言ったら、うん、っていうのがあって津田ちゃんっていうのはすぐ出てきてそれを片山さんにも話して、うんうんうん、2人は結構ほんと即決まりましたね。だって僕も柳谷さんと津田さんだったんで、うんうんうん、僕はまあ柳谷さんはそのご恩で出てもらう前に役者同士で共演をしていて、はいはい、そのとこああいい役者さんだなって思ってて、うん、でご恩はちょっと役がなかったんですけど本当に急遽出ていただいて3日前ぐらい連絡してクランクイン3日前ぐらいで、で脚本を読んでもらって、はい、あのやりたいですって言ってくださって、うんうん、でもその時安楽にはこれまあ別に余談ですけど全否定をされいや役的にその AD のラジオ局の AD の役をやってもらったんですけど、はいはい、で写真を見せたらかっこよすぎますみたいなことをすごく言ってていやめちゃめちゃかっこよかったんですよその宣材写真で大丈夫って言ってで現場行ったらもうその時ちょうど、まあ、あれ撮影が安楽と、うんまあ、メインは深谷っていう、うんうんまあ、お互いの撮影をやってくれてる子なんですけど、はいはい、ちょっと初日ちょっと遅れてきてて、うん、そこは安楽がカメラを回してたんですけど、うんうん、段取りっていうその一回こうシーン下がった時に、はいはい、ああめちゃくちゃいい役者ですねっつって、そうビビッと来たんだっていう子だったんですけど、うん、で僕のきっかけ結構追い風が大きくて、うん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 、追い風安楽の監督先の監督さん、うん、追い風出てた時に、まあ、僕も現場ずっといるので、うんうん、で現場で柳の芝居を見てて、うん、なんかちょっと丸くなったなと思って芝居が、うんうんうん、丸くなったっていうか何でしょう、うまくなっちゃってたんですよ。ああなんか
それなんかそれってこうこれは難しい論争なんで、はいはい、なんなんであれなんですけど、うんうんうん、なんかそれがやるにはそっちに行っちゃダメなんじゃないかなって思って、それは何だろう、技術でこう見せてしまえるみたいなことですか、まあっていうことでもあるんですけど、うんうん、なんか細かく言うと役的にも追い風のあの柳の役ってそこまでその主役というか、うんうん、すごくその物語においての比重はそこまで高くない役をやるときって、うんうんうん、こう本を、まあ、脚本をこう読んでいて自分の立ち位置みたいなものをちゃんと理解して、うんうん、はい、お芝居をやってしまうと、それって普段生きてる人ってそんな役割だと思って生きてないじゃないですか。自分のシナリオなんて死んでみないと分かんないじゃないですか、うんうんうん、あ、こういうシナリオだったんだなっていうこと、だそれはやっぱ分かってる人の芝居になってる。なるほどなるほど。それはなんかこういうふうに見せることができるとかではなくて、まあそれもあるんでしょうけど、僕が強烈に思ったのはそっち、ちゃんと本読めるようになってるとか、はいはいはい、そのちゃんと、まあ、ちゃんと本読めるなんて失礼ですけど、うん、あのちゃんと本を読んだ上で、その時一条かな、一条って役だったよね、一条だよね、一条っていう役だったの、うん、っていう役の本に書かれている一条っていうもう読み取った現場の言い方をしていることがすごく嫌で、うん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 、いいんですけどね、追い風の芝居も全然いい芝居してるんですけど、うんうん、なんかそれはすごく嫌で、でもそういうのってやっぱ主役をやらないとその、うん、やっぱその役と向き合ってる時間がやっぱり長ければ長いほど、うんうんうん、やっぱその僕も安楽もシナリオの中の世界にとどまるっていうことをやりたい人たちではないから、うんうん、そこからその柳谷和成をキャスティングした意味がないと面白くないので、ここから一度こう主役をやってほしいなってちょうど思ってた頃にこういう話が上がってきたので、うんうん、ああもうこれは柳だなって思ってたのと、うんうん、津田さんに関しては、うん、僕は金沢映画祭って2019年の金沢映画祭で、はい、まあ、あるも一緒に行ってましたけど、あの防音がちょうど行っていて、で三堀もちょうど行っていて、うんうん、その時に初めて津田さんを知るんですけど、はい、なんかそのなんでしょうか、その舞台挨拶もまあこう見てて、うん、まあ、芝居もこうミポリの芝居も見ていて、ミポリ あの映画がどうかとか本当そういうことではないんですけど、うん、あのすごく生きるのが大変そうな人だなって、うん、嘘が下手だなっていうふうに思って見てて、うんはいはい、なんかもっとこう津田さんに向いてるというか、僕が好きな芝居っていうことですけど、うん、なんかもっと何でしょう、映画のために作る嘘が必要ない女優さんなんじゃないかなっていう、うん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 、そっちの方が向いてるというか、なんかそっちをちゃんとこう見せるっていうか、そっちの芝居も、うん、まあ「ミポリミポリ」でああいう芝居をやっていて、うん、でこっち多分結構違う芝居なので、うんうんうん、でも多分できる。その柳谷とこう向き合った時に、うんまあ、多分絶対負けないだろうなって、っていうふうには思ったので、うんうん、でそれをやることで、で神戸在住なので、うんうんうん、なんか神戸にこんな、まあ、こう今こそ書いてくれましたけど、うんうん、こんなこうおったんやって書いてくれましたけど、はいはい、もうまさに僕はこれがやりたかった、うんうん、絶対的に素晴らしい役者さんだろうなと思ってたので、うんうん、そこをなんかちょっとくすぐったらすごい魅力的なんだろうなって思ってたんで、うんうん、もう神戸でやるってなったらもう津田ちゃんでっていう、うーん、その後に個人的にお会いはして、個人的っていうか、例えば追い風の村本の時にちょうどご挨拶してくださったりとか、はいはいはい、僕がロサで公開してる時にあの挨拶してくださったりとか、そうミポリン一緒に見に行った時にちょっと挨拶してくださったりとか、うんうんうん、まあ、そういうあの交流は多少はもちろんあったんですけど、うんうん、そうです、本当いろいろ合致して、まあ、そうですね、もうその何だろう、この作品の
立ち上がりからそうですけど、まあ、ロケ地だったり街であったり、役者さんであったり、もう全てが合致して、まあ、必然的にこのお二人になったっていうところでも、そうですね、まあ、でもそのなんだろう、先ほど の, その柳谷さんに対して思っていることであったり、あるいはまあその、津田さんに惹かれた理由であったりがあると思うんですけど、その中でこう求めたことみたいなっていうのは、まあ、どういうふうにそのなんかその、柳谷さんがそっちじゃないみたいなことさっきおっしゃってたじゃないですか、そっちにそっちの方の演技をしてしまうのが個人的に嫌だったっていう話をおっしゃってたと思うんですけど、この作品においてはこうどういうふうなその伝え方というか寄り添い方をしたんですかね、お二人には。俺は絶対に否定しないっていうことをして、ね、出してきたものに対して、うん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 、俺は津田ちゃん担当だったね。あ、演出に関してで言うと、津田ちゃんのことを絶対に否定しないっていうのがする前提にあって、うんうんうん、絶対にもう俺が持ってないものをも多分過去に僕が持ってたかもしれないなんかものすごく綺麗なものを津田ちゃんは持ってるんです、うんうんうん、今も持ってると思うし、うんうん、それを絶対に僕が毒さないというか絶対に否定しないっていうのを決めてて、ただちょっと辛いシーンもあるだろうから、うん、俺はこの映画の中の立ち位置として、うんうん、この津田ちゃんが見たいものはその綺麗だった泣いてる姿を見たかったわけじゃなくて別に、うん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 、それを踏まえた何か津田遥さんの演技っていうもので何かを見たいというか、うん、もうそれを超えた何かを見たいっていうのがあったんで、うんうん、多分それが物語を通していけば何かが見えてくるだろうから、うん、だから僕は、うん、寄り添い方としては一番応援してました。いやー、なるほどな応援するという立場、うん、片山さんいかがですか。そうですね、だ、まあ、僕で言うとさっき言ってたことですけど、うん、その柳谷さんがちょっと、まあ、こなれてきたというか、うんうんうん、そういう部分が見えたんで、まあ、とにかくその何をして欲しかったかっていうと、うん、これでいいんだっていう成功体験をして欲しかったんですよ。その脚本の、うんうん、をちゃんと読んでそこの枠の中でお芝居をするっていうよりは、はい、まあ、さっきも言ったんですけど、その自分と役の境目があまりない状況、うん、まあ、それって結構精神的に危ういので、もちろんケアはもちろん必要なんですけど、そこの状態でずっと現場にいるっていう、うん、そういう状態でずっとお芝居を重ねていくか、はいはい、そうワンシーンだけそうとかではなくて、うん、ずっとその状況、その境目が非常に曖昧な状態で、うん、お芝居をしていくっていうことをやることで、あ、こういうことでいいんだっていうことが多分できる人だと思ったので、うんうんうん、もちろん辛いシーン、まあ、それ津田ちゃんと一緒で辛いシーンもたくさんあるんですけど、うんうん、なんかこれは映画の撮影だからっていう理由で芝居をしない方がいい人だと思って出たので、うん、今用意スタートがかかるからこれは映画ですっていうよりは、うん、自分の持っている、うん、強さというか、はい、柳谷和成さん自体の今まで歩んできた時間とかっていうものが、うんうん、この旬というものが歩んできた時間の中にちゃんと組み込んだ状況で、うんうん、生きていける俳優さんだなと思ったんですよ。柳谷和成さんとしての時間をこう反映していくっていうのもちょっと変なんですけど、なんかすり込ましていくみたい な,、うん、な融合していくみたいなことなんでしょうかね、うんうん、なんかそういうことが、でもそれって勇気がいることでもあるので、そうですね、演じられる方もそうだし、お願いする方としてもそうですよね。でもそれはやっぱ、うん、僕らが背中を押してあげないとこれでいいよって、多少そのやっぱ柳谷和成さんの時間が侵食することで脚本とはちょっとそれる可能性も多様にしてある。その旬という人間が侵されていくわけですから、けどそれでも構わないよっていう、それは全然一回やってみようよっていう中でやってから、まあ俺らも考えるし、
一緒に考えていこうよっていう話をして作っていったので、うん、侍って呼んでました侍もう なんだろう、あ、柳ってでもこういう人なんだなっていうのすごい発見でしたね。うーん、なんかああいうあそこまでの印象はなかったというか、本当に近寄りがたいというか、うんうんうん、なんか安楽がすごい言ってたのを覚えてるんですけど、怖いって言ってましたね、向き合ってる時に。あー、へー、芝居してて、うんうん、何されるか分かんないっていう、うんうん、どっちかっていうとね、こうあんま言うとあれですけど、安楽の方が怖いって多分思われるような役ですけど、うん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 、最初の方は特に、うん、けど安楽はずっと言ってましたね、怖いって。柳谷さんには直接言ってなかったですけど、うんうんうん、僕にずっと言ってましたね、怖いですね、向き合うの怖いですねってちょっと、そうだから、あ、こういう一面が あるの、僕ら侍って言ってましたけど、そうですね、うん、僕もムーラボでちょろっとお話ししただけなんであれなんですけど、またなんかその辺は、うん、聞いてみたいですね、本人にも何か、まあ、真っ裸上映された後に、うん、上映が東京からまた始まった時に何か変化があるのかっていうのはちょっとお聞きしたいなと思いますね、うん、すいません、そろそろなんかお時間が来ちゃったみたいな。すいません、しゃべりすぎですね。今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。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 Thank you.